の登壇者、松山秀典さん、佐藤祐樹さん、平愛梨さん、そして高原真嗣さんです。まあ、ボクシングということでね、はい、やっぱりこう事前の体作りなんかもいろいろと大変だったのかななんて思うんですけど。そうですね、3週間ないぐらいで62キロから70キロまで上げてウエイトトレーニングして、撮影が終わるまでには59キロまで落としました。佐藤さんは今回は、まあ、あの天才ボクサー役ということなんですけれども、はい、ありがとうございます。なんで笑うの？元気なお返事ありがとうございます。そうです ね、ただのボクサーじゃないんですよね、はい、そうですね、天才ですから。天才です。はい、はい、いや、あのね、この撮影期間中何度もこの天才っていう肩書きに押しつぶされそうになってもう本当にみんなに助けてもらって、うん、天才に見せてもらいました。あの徳山さんとは共演はお久しぶりですか？そうですね、はい、その前は地球の平和を守ってましたから、はい、僕はそれをぶっ壊そうとしてました。でもあれですよね、久々な感じしなかったですよね。しなかったね、本当に普通で、ただなんか大きくなったね。リングの私こう下から見てるような、うん、リングを見てたんですけど、あのお芝居が本当に天才的で、すごくあのなんだろう、空気を一瞬にしてピリピリさせる。そして徳山兄さん、私兄さんって呼んだことないんですけど、すいません、徳山さんはなんかあのすごい過酷なスケジュールだったんですよ。すごいタイトなスケジュールの中で疲れ一つ見せずにもう現場を引っ張っててくれたんで、すごいやっぱ天才的な二人でした。正直あのどう出来上がってるのかなとあの見たんですよ。したらね、本当思った以上の作品ができてて、やっぱり天才が出てるだけあるなと思いましたよ。はい、太鼓判という感じですかね。そうですね、僕の中ではもう、うん、120点ですね。おお、すごい。ただね、本当は200点つけたかったんですけど、僕も若干ね出てるんで、そこでマイナス。あんまりその撮影中とかで撮影の合間に仲良くなることってあるんですけど、これだけやっぱ危険なアクションだったので、そこで逆にね会話してたよね。そうですね、なんかもうとりあえず徳原さんパンチすげえ怖いんですよ。で俺は天才ですから、それをいとも簡単に避けなきゃいけない。来ると分かっていてもやっぱり怖い、はい、必要以上に避けちゃうっていう、避けるっていうか逃げちゃう。天才なんで、あの紙一重でかわさなきゃいけないので。そうか、もう本当にすごいんですよ、もう迫力が。なのでそれがすごい伝わってきて、もうすごく歓声が楽しみでした。そうですか、はい、戦う男性ってご覧になってていかがでした？素晴らしい、天才です。ありがとうございます。すいません、一言いいですか？はいはい、天才って言えばいいと思ってるでしょ。若干ちょっと緊張したもんで、若干、あ、そうか、そうか、すいません。そうですね、本当にあの僕は役者として、こうやって話すのとかもすごい苦手なんですけども、そうですね、みんなが一生懸命つないだ作品をやっと皆さんにこう手渡しできるっていうのがすごい嬉しいです。だからあの心地よくぜひ見れたらな、見ていただけたらなと思います。本当に今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をもちまして舞台挨拶終了とさせていただきます。今一度大きな拍手をお願いいたします。皆さん楽しいお話どうもありがとうございました。